戦北一揆は、天正18年9月下旬頃、では国北部の横手盆地で発生した、豊臣政権に対する県知反対一揆である。天正18年、豊臣秀吉は、大内法の諸豪族に対し、小田原征伐への参陣を命令した。では国北部では、戦北三軍北部の角野手城城主、戸沢森康がこれに、いち早く、 秀吉は新しく服属することとなった地域に、対しては大名、小名の給料をそのまま安堵するのではなく、原則的には一旦対抗増入地とした上で、改めて恩給するような形を採用したが、このような政策を実施していくためにはまず検知を行う必要があった。上杉景勝後北条氏を下して、関東地方を閉廷した後、道の区国会つくろ川城に入った秀吉は、 天正18年8月10日、大宇全域の総検知を命令した。8月12日、秀吉は黒川において、検知志向に関する4箇条の衆院状を発給しており、それによれば、一人も残しをず、なで切りに申しつくべく、こう、1号も2号も、ことごとくなで切りするべくこうなど検知に対する、反対には荒烈な処分を認める強硬な姿勢を示した。 ただ実際には、それに先立つ7月11日の時点で、越後国の大名上杉継承に対しては、秀吉家臣、大谷義継を軍艦として、省内、西上百合、仙北の出羽各地の県知を、また、加賀国の前田利家らに対しては、秋田、津軽、南部の北を覆う各地の県知を、それぞれ命じていた。仙北地方の県知は、上杉影勝年譜によれば、 8月中旬以降には、着手されており、戸沢見積三森宛の木村茂ここ、大谷義継、前田利恵連署上によれば、この3名は8月17日頃には、小野寺市領周辺、上浦郡方面にいたものと考えられる。上杉加月活とその重心職部長間もまた、8月10日頃には、大谷義継と共に、庄内地方の仕置きに当たっていたことより、17日頃には、 上浦郡にあったと推察される。吉継は横手盆地東部の横手城に入り、継承は盆地生誕の大森城に入った。検知は、竿入れを前提とする、指で検知の方法をとり、その基準は、出羽国検知上場によった。指では、戦北地方の慣例に従って、外高とし、それを一定の換算率により、永楽銭の管高に改め、年具は、 戦脳とした。しかし、最終的には国高に換算し直し、他の地方との統一が図られた。諸資料によれば、8月末頃までにはおおむね仙北、秋田地域の仕置きが進められ、実際の検知は9月に実施されたと考えられる。その間、仙北地方においては、武具分割が行われ、城の破却は35箇条に上った。9月下旬頃、検知もひとまず終了し、 上杉景勝がそろそろ越後へ帰国しようかという段になって、仙北地方と由利地方に県地反対の一揆が勃発した。仙北では初級人、百姓らが仕置きに反対しての放棄であった。一揆勢力は各所に放火し、増田、山田、河津らの古城に2万4四千名余りがこもった。一揆発生の知らせを聞いた継承は、増田を攻撃したのに対し、一揆勢は、 山田、河津の領城から遠平を出し、防戦に努めた。上杉勢は2004の軍病を河津城付近まで極秘裏に進軍させ、人害を合図にして一挙に、せめて一気勢を破った。これにより、河津山田に籠城した一気衆が降伏し、一気は一旦閉廷された。一気勃発の背景としては、上実の豊臣政権の土地政策に対し、 在地領主の先行き不安感、検知によって一地一作人となって、土地支配権や年貢徴収権が失われることへの不満、恩怜、焼き畑などの摘発に伴って、これらのコーチが課税の対象となったことに対する反感なども考えられる。大谷義継10月、横手盆地中部の6号において、大谷義継配下の者が検知の縄を入れた際、百姓たちがしきりに訴訟し、 県知を妨害するので大谷州はその場で3名を見せしめのため残殺し、5名を捕獲した。それに対し、怒りと縁差に駆られて放棄した農民が吉次の家臣を殺害、その数は50名から60名に達した。これを契機に一気が再燃、戦北各地で放棄した。10月14日、大谷勢を大森に残し、 上杉影勝及びその旗本1万2000機が出動して、鍋倉四郎以下2004名のこもる松田の館を攻撃した。一騎衆は上浦軍各地から集まって、上杉軍を包囲したが、上杉勢は浅舞、柳田、河津ら、山田など一騎の拠点を攻略し、一騎衆の首1580を討ち取ったと言われる。上杉方もち死に200よ。 負傷500余の被害が生じる、激しい戦闘となった。この時、中軍の本同氏は大谷に従軍して、一気討伐に加わり、ユリ州も一気討伐に加勢した。応酬した武器はことごとく、大森城に収められた。マスダ艦を受け取ったのは、上杉家臣、藤田新吉であり、一気州からの人質は、翌年3月まで、色部長臣、佐藤仁助の駐在する。 大森城に留め置かれた。戦北一期は鎮圧されたが、その結果は、小野寺氏にとっては大きな最悪となった。一期平定後、上杉税は引き上げたが、色部おさまさが大森城に残留し、戦北地方を厳しい統制下に置いた。北ではの諸領主が改めて恩給地として、治療宛行の衆院状を交付されたのは、この年の12月以降のことであった。 小野寺ら領料であった上浦郡47,400国の、うち3分の1に当たる15,800国をはじめ、大官僚に編入されていたが、秋田家文書書集の秋田佐根へ、覚書によれば、湯沢、増田周辺が、最上義よに与えられた。それを受けて、文禄2年、最上勢が湯沢、増田の地に侵入し、湯沢城に、立岡光茂を入れて、 同地を差配させている。大谷義嗣は、大宇検地と戦北一家平定の功績により、それまで越前国府中十二万国を領していた。木村茂るここの地行文を秀吉から配慮したとされるが、十ここは、文六元年に山城国与土十八万国に数を違法され、その代わりに、青木和則が越前府中城の城主となっているので、 義継ぐに与えられた府中地行分はあくまでも、その一部とみられる。上杉加月勝は、小田原三人の功などにより、では庄内地方を加用されたが、庄内及びその背後の仙北、百合の検地は、その支配を固めるものとなった。なお、上杉家臣の色部長臣は、仙北にあった時ホロは山並友主別神社のホロワ権限を尊重し、 巨城の越後岩船軍平林に勘定して戦、岩寺ホロワ道を建立したと言われる。この年の一期は、千木、百合のみならず、将来藤島一期や葛西大崎一期さらには、我が、冷え抜き一期など、大宇宙オーブのほぼ全域に波及する形勢を見せた。特に、葛西大崎一期は、規模が大きく、秀吉配下の新領主、木村吉清、木村清久の不死は、 このため秀吉より原法を余儀なくされている。10月20日、越後への木と上杉影勝は、戦国、由利から将内に入ろうとしたところを、三崎山で一気に溶撃された。将内一気の鎮圧には11月10日頃までかかっている。このような、続発する一気は、戦国王の最後の大反撃と評されるが、特に、戦国の場合は、 本領主が残存する中で広がっている点に特徴があり、その点からすれば、外来者である豊臣政権とその政策に対する抵抗であった。そしてまた、撫で切りも辞さずとした、王宇の一揆に対する豊臣政権の強硬な姿勢は、奇襲攻めにおける奇襲一揆に対する姿勢と共通するものがあり、秀吉は、いわば中性的な一期体制を完全に封じ込めることによって、天下 ありがとうございます。